L18 ですね。これは12月20日の、確認問題です。で、どれだっけ、7番かな、7番をやりましょう。それで、これもやんなきゃいけないです。それで結構大変だな。7番ですけど、A イコール4マイナス1マイナス1マイナス、これ実対象行列ですよ。で B がマイナス1マイナス2で、これ二次局面ですね、いわゆる。XYZ、XYZ プラス2倍の B の。で、問題ではプラスになってるけど、別に2プラス C で大丈夫です。それでですね、そうすると、これは平行移動座標変換と、平行移動座標変換と直交座標変換で簡単にしましょうっていうのはもう、そうするとどんな図形かっていうのが見えますから、それは問題です。それでどっか行ったか、7番あれ、それでまずですね、だからまず平行移動の座標変換、これは行列式計算すればいいんですけど、行列式計算します大変ですね、やりたくないけど、その問題これ出すとき、多分本質的な部分を理解しているとして、A インバースを与えたりしますから、そういうわけですけど、私もこれこういうのを最近マキシマとか使って計算してますか、本当にさすがに検算はします、本当に最近よく計算間違いしてるから。で、じゃあまず そういうわけでなんかもぐもぐ言いましたけど、平行移動を試みましょう。それでそうすると新しい座標が XYZ マイナス、仮に こうしとくけど、アルファこれ一時書くと大変ですよね、だから X0YZ0 にします。それでだからここの XYZ に代入するのね、このだから書くけど、スモール XYZ はラージ XYZ プラスアルファになります。でこれをこことここに代入します。ここに書きますけど、 A 辺の XYZ もういきなり書いちゃ A アルファで書いちゃってるかな、アーグ A いらない、アルファですよ。それで2倍の B の なったらこれをこの XYZ と V とか置いて計算すればいいんですよ。こうですか。それで展開していくわけね。この展開はちゃんと議論してほしいんですけど、でそうすると一番これ大事な2次の部分ですね、ラージ XYZ の2次の部分ですね、これとこれね。であとは1次の部分はもう書いちゃいますね。
とアルファ。ちょっとこれへそ曲がりに下に書くけど同じなんですけど、そうするとこれ A アルファですか。A アルファの XYZ ですか。で次は A アルファアルファですか。こうなりますか。で次はここプラス2倍の B の XYZ が見えますか。プラス2倍の B アルファですね。プラス2プラス C が0です。それで講義でも少し喋りましたけど、どっちがいいんだろう、これかな、これをこちら側持っていくと点値の A であるんだけど、だから A ですね、点値の A は A なんで、これは XYZ と AR の内積ですね。でこれと同じですね。だからそれで2倍して、あとここの XYZ があるように、B がありますね。だから結局 A の二次形式部分と2出しちゃうね。B プラス Aα になります。とこれだから一次式部分ですね。であとは定数項で、どこ？定数項はこれとこれとあと2プラス C ですね。だから何だっけ、ああ疲れた、あ目が痛い、 Aα プラス2倍の Bα プラス2プラス C が0です。ちょっと注意するとこの定数項ですけど、これだけどここに α 代入りしたもんですね、なってますね。それは当然ですね。だからここ要するにここで、ここで0入れれば XYZ が000、ラージ XYZ が000だと残るのは何て言ったらいいのかな、ラージ XYZ が0000の場合はここがアルファの場合ですからね。というわけでこれここにアルファ、これとこれとこれとこれにアルファ代入りしたもんですね。それで、だから一次の項を消せるわけね。その代わりだからここは整数項は違ってくるんですけど、でしたがってB プラス Aα イコール0、すなわち何だっけ、α はマイナス A インバース B ですね。でこの場合はもう計算は与えてませんけど、まあマキシマで計算したんだけど、こんなすごいものになります。で B は何だっけ、いや実はちゃんときれいになるように B を選んでるわけなんですけど、これ本当です。そうじゃないと大変じゃない。でそうするとこれ0040になるんだな、確か。なりまして、ですからマイナス002になります。だから単に新しい原点がどんなふうになっているかというと、これが XYZ にしたらマイナス2ですね、元の座標。だからどっかこう O にしたら平行移動の座標、これで
これとこれとこれっていうふうに新しい座標がこうだって分かる。だからこちらがラージ Z でこちらがラージ X、ラージ Y であることが分かるわけです。それでじゃあ定数項を計算すると、どうなるかというと、定数項はだからここに代入するんだけど Aα で計算する必要ないですね。Aα はマイナス B ですね。だから定数項は定数項はマイナス B、AR、この Aα がここからマイナス B ですね。マイナス Bα プラス2倍の Bα プラス2プラス C ですか。でそうするとこれBα ですね。で B 何B はマイナス1マイナス1マイナス2と00マイナス2これは私の計算としてマイナス4ですね。君たちの学生諸君の方が瞬間的に出てるマイナス C マイナス4ですね。ですからちょっとまとめとくと第一ステップのまとめはここが00マイナス2だからこれが00マイナス2ですね。によってこれはこうシャープにしますか。シャープはですねシャープシャープというか A の XYZ プラス、大変だ C マイナス4かというふうになります。で次はだからこれが第一ステップ、結論1ですけどじゃあ次に何やるかというとA は対称行列ですから直項座標変換で何だっけ直項座標変換でやればそのここは簡単にできますね。いいですか。それを今からやります。じゃあちょっとここは消しましょうね。それで。でそうするとちょっとここぐらいから始めようかな。じゃあファイルラムダ計算しよう。これは計算するの大変じゃん。A はあそこにあるんだけどラムダマイ本当は簡単ですね。1111こうか。そしたらこの1でこの1消せば大体なんかもう大体 そんなのしか計算できないんだよね。どういうとまあもちろん こんなこと してもできないの例ありますけどこんなのを出したってもうみんな大変じゃないですか。そうすると引くとラムダマイナス5でこれ5マイナスラムダで0ですか。なんかそんなに大変なことないですよって言ってるだけですよ。こうですか。そうするとこれラムダマイナス5で1マイナス1 0と1ラムダ 1ラムダマイナス2ですね。それでそうするとあとはもうこここの1でピボット計算ですけどこの1で下消せばおしまいですね。それでゼロラムダこうかな
ゼロで2マイナス1引くと2になるって選ぶ出すんですか。でここもいいね。それでどうすんだろう。あ、大変だ。でこれあのラムダマイナス、もうここいいですね。ここの行列式なんでもう省略しますよ。そうするとラムダマイナス5とラムダマイナス4、ラムダマイナス1になります。だから固有値は、ラムダイコール145ですね。いいですか。そうするとじゃあ、 固有ベクトル計算しましょうってわけです。あ、大変ですね。大したことないですよ。これ私老人にとっては大変だけど、そうすると XYZ これですけど、だからどうかな。ここが0だと行列式の中身が行距変形使ってるんだけど、本当に行列ちゃんとした行列式ちゃんとするとひどいからですけど、ここは0のところで行距変形なくなっちゃうわけですけど、5のところね、時ね、危ないよね。でこの場合はもうここまでいっちゃいません、ね、だから1マイナス10と0とマイナス2と10、2マイナス1ですか。こうですか。でそうするともう いいですね。これここを1にして2行でここ1ピボット作って下消して上消してってやると、こうなりますね。ちゃんと行距変形した方がいいですよ。計算いい加減にやると間違えますよ。本当に間違いがちです、みんな。ですから x イコール2分の 1z、 y イコール2分の 1z です。だから xyz はこういうベクトルですけど、2分の 1z、 2分の 1z、 z はこうして、2分の z を出せばいいかな。112ですか。いいですか。大丈夫ですね。ここにかける、ここは まず大体安全な計算だから、ここに代入するとちゃんと112入れて、1212入れててちゃんと0になりますね。それでラムダイコール4の時ですか。だからこれもさっき言いましたけど、ここがラムダマイナス5が0にないですから、XYZ が4倍の XYZ はここに代入して X マイナス Y、 あ、違う、1マイナス10と011022、もうこれ瞬間的に大丈夫ですね。ちゃんと行距変形した方がよくていいですよ。だから101011、こうかな、こうですね。これで2行で下消せますね。それで2行上に消すと101になりますね。だからこれは x はマイナス z です、y はマイナス z です。だからこの時xyz はマイナス z マイナス zz で、z でくってマイナス1マイナス11ですか。でそうするとここさっき言ったけど、ここは割とセキュリティ高い安全な計算で代入したら大丈夫ですね。マイナス1でここど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 こで消えてくれますね。
だこれはこういうベクトルの全体線、Z0 まずいかだけど、でラムダイコール5が大変なところで、でも簡単ですね。ここを入れると、1行は000が1マイナス1で、そんなバカって、000がなんで1マイナス1って湧いていくんだよって感じですね。それは良くなくて、要するにここに代入したらダメだってことね。だからここに代入します。だから、000をここに代入すると。で、1、1、1、それで11なんだ、ここを入れると3か。あ、ちょっともういいですね、これ。これ5になる式はもう省略しましたよ。そうすると、これ111で下消すと112になって、2を1にして上に何とかやっちゃうと110001、こんな風になっちゃいます。でそうするとどう x イコールマイナス y で z が0ですね。だから、ちょっとここに書くけどね、 xyz はマイナス yy0 で y の前こうなりますね。マイナス10もここを代入してもここに代入しても大丈夫ですね。だからちゃんと解になってません。まあ、というわけで結論はこう消しちゃうね。P って書いてました。P1 が P1 からいきましょう。どこ、あ、これルート6分の1の112ですか。 P2 は、どこにあるか、これルート3分の1でいいですか。それ P3 は、P3 どこ、 P3 はどこですか。 P3 は P3、 あ、これね、ルート2分の1のマイナス10ですか。で P が P1P2P3 と置くと、まあだから色を書くといいと思うんですけど、まず大きさは1にしましたね、これで。それから P1 と P2P1 と P3P2 と P3、 いいですか。だから V 一般論から書いているのに A は対象だからというのが大事ですよ。ここは書くんですよ。なのでやりこの理工先生みたいな言い方が V4、V4 と5でいいですか、どちらでもいいですけど、 V1 と5、これ垂直です、分かってるから、PI PJ っていうのはこれも分かりますね。でさらに PJ は1ですね。そんなふうに作ってるんだから当たり前ですよ。したがって P は直交です、高三の弦です。垂直だけじゃ直交行列って言わないからちゃんと正規化してくださいね。直交を正規化しないと二次形式今から やる変換するんだけど、その時にうまくいかないですね。いいですね。それでというわけです。それでじゃあやりますと、ここはもういいかな。それでそうしますと、ズボッと消しまして、
外はあの AP は P のちょっともう時間というかもう大変だから145あったね。が分かります。で、したがって、なんだっけ、何やってたんですか、これね、これ、ですから、XYZ イコール P 倍のグジエーターゼータにしましょうか。とすると、AXYZ これまあいろんなやり方あるんだけど今日はちょっと第二者やり方にしましょう。で A の P の XYZ あグジエータゼータこの方がいいのかな、こうなりますね。それでこれ転置します。それで、あ、ちなみにこれ P インバースこう正規化しないと大きさ1にしないと点値の P イコール P インバースが正式化しないですよ。いいですか。ちょっと色微妙に違ってきますよね。ここすごい大事なところです。さっきなんか質問を受けたんだけど、そう言ってあげればよかったですね。で、ここでだから、これをやるところでずれていきます。だから P をこちら持っていくのは楽ですね。AP の、グジエータ、エータゼータ、になります。だから、これ何かというと、145のグジエータゼータで、グジーの事乗プラス4エータ事乗プラス5ゼータの事乗があります。ですから結論は、ステップ2の結論はだから何XYZ グジエータゼータ点値の P の XYZ ですね。だからあれ代入するわけね。点値の P の XYZ マイナス点値の P002っていうふうに合成を計算することもできます。まあそんなことやらなくていいですよ別に。それでによってデレ君のシャープシャープシャープでシャープしか知らないかもしれない。シャープも知らない。だからこれちょっと逆持ってって4マイナス1にしましょうか。これが2になります。